おはモーニング。突然ですが皆さんは焼肉屋で肉を焼きますか？それともそのまま食べますか？私はステーキも焼肉もしっかりとお肉が焼かれている方が好きな人です。お肌ピチピチで血行のいい赤いお肉を網の上に置いてじっくりと時をかけるお肉になってもらう。網の上で肉たちはあっという間に年を取っていく。トングで再生ボタンを停止してあげないといつの間にか真っ黒な炭になって消えてしまう儚さが焼肉にはある。人生が120分ではないけれど120秒の映画を見せられている気持ちになる。凄まじいスピードで肉たちはレア、ミディアムレア、ミディアム、ウェルダンを駆け抜けていく。私の10年もあっという間だった。今日この後10年ぶりに大好きだった、今でも大好きなバンドの武道館ライブを見に行く。10年前は高校生だった。未来のことなんて何も考えていない子供だった。あれからもう10年という時の流れの速さと、これからのライブで感情はぐちゃぐちゃになってしまって、焼肉屋に来たのに肉を焼かずに大量の生肉を注文してしまった。ここは合法で生肉が食べられる焼肉屋、傑作生食認可店なので安心して生肉を食べることができる。ライブ前でも安心だ。動揺を抑えるために一旦レモンサワーを挟もう。乾杯。おいしい。ここにキムチを追加したらいつもの焼肉の流れの完成だ。眠れない夜に聞くとリラックスできるヒーリングミュージックとかあるじゃないですか。私にとってのそれはキムチの脳にまで響く咀嚼音とレモンサワーの強めな炭酸がシュワシュワと弾ける音。これがチルっていうことなのだろうか。お店にユッケがあると親近感で今日も頼んでしまった。おすすめに流されてユッケ9種だんだん盛り。予想外だった。少量ずつではなく単品で1つ頼んだ時と同じサイズのユッケが9段の天国の階段登ってる。卵黄をうずらに変えてくれた気遣い、痛風回避。じゃんけんぽん。グーリーコならすぐにゴールできそうな階段なのに、生肉となると急に遠のくゴール。炙り岩塩、辛味噌、トリュフ、梅肉、タレ、オリーブ、わさび塩、さらに肉そうめんに伝説のポケモン的ポジションのユッケもついてきた。私は迷わず数少ない仲間を呼び出した。満面の笑みで駆けつけてくれたギャルに、ありがとう。一人で抱え込むのは良くない。仲間の大切さを思い知る。幸せなことはみんなで共有してみんなで幸せになろう。私の感情を代弁するかのようにうずらをぐちゃぐちゃにしてそっと一口いただきます。おいしい。わさびのツンとした香りが鼻を駆け抜ける。10年前はさ、わさびなんてわさビーフしか食べられなくて、寿司も刺身も全部サビ抜きだったのに、今はこうしてわさびに泣かされてもいいかなって思う余裕ができた。味覚に余裕はできたのに、どうして人生に余裕はないんだろう。これは大人が背負わされた定めなのかもしれない。そしてひときわ高級感を香りから漂わせるトリュフユッケ。同じユッケのはずなのに全く違う。噛みしめるたびにデヴィ夫人、高貴な味だ。和牛の甘みとトリュフの香りが踊っている。口の中で開かれるシンデレラの武道会。タレはここが焼肉屋だということを思い出させてくれる味付け。梅肉は白魔導士的存在。酸っぱさとさっぱりさが和牛を包み込んだら、子供の頃の軽かった体を思い出すような疾走感に包まれる。推しにしてもいいですか。オリーブはしっかりもこみち。辛味噌は名前の通りちょっとピリ辛。牛丼定食によくついてくる味噌の漬物の味だ。炙り岩塩はしっかりナチュラル素材の味。和牛で元がいいので成り立つ究極シンプルユッケ。広瀬すずのメイク動画を見た時と同じ気持ちになる。どのユッケもちょっと味付けのアレンジを加えるだけで全く違ったユッケに七変化する。ファッション雑誌を食べているのか。一番脂が乗ったプリップリなエッチ味あふれる和牛ユッケはどうだろうか。こりゃあすごい。全部の見出しがエッチ味になってしまうくらい語彙力崩壊させられる。焼肉界のファッション誌 R 爆誕の知らせ。肉のそうめんは生まれて初めて食べた。いつも夏になると食べている業務用のそうめんとは格が違う。場違いな場所に来てしまったのではと不安になる。だけどこの世界をもっと知りたいという気持ちが止まらない。最高級のツルポツルポ。漬け汁が結構さっぱりとしているので食欲のない夏でも食べられるそうめん。クリスマス仕様になった街並みやたまに訪れる冬の空気に抗うかのようにこの人は半袖着ていますね。そろそろ炭水化物が欲しくなってきたところで現れたのは肉寿司。赤身とたたき、同じ牛なのに見え方が全く違う。二人揃ったら生まれる最強のハーモニー。美味しい。宇多田ヒカルと椎名林檎の2時間だけのバカンスを聞いた時のような感動。
滞在時間は2時間だけの焼肉バカンスで私たちだけのエスケープ。続編は肉の刺身、大トロ刺しと赤身刺し。少し甘めの醤油と生醤油はお好みで。和牛の胃にずっしりと積もる重量と忘れられない甘みと味の濃さ。口に入れると溶けてしまうような美味しさとほっぺがギュッと痛くなるあの感覚。これって初恋だ。I need you と宇多田ヒカルの透き通った歌声がリフレインする。この楽曲に感銘を受けて作られたネットフリックスドラマ、ファーストラブ、初恋、見ました？20年経っても忘れられない初恋を綴った繊細な作品。空気の透き通った自然豊かな場所に降り積もった綺麗な雪の上積みのように、触れたら溶けてなくなってしまいそうなきらめく純愛。昔は声を大にして好きだーと無邪気に言えたけど、大人になったらあえて好きを伝えない選択肢も覚えてしまった。だけど昔も今も愛している気持ちは色褪せず、ずっと残っている、そんな思いを描いていて悶絶。佐藤健×満島ひかりコンビの、言葉にはしないけど切なさがにじみ出るような演技に泣かされすぎて脱水症状を切る。深刻な二日酔いの時と同じくらい水分消える。悲しいラブソングになってしまった恋って大人になっても忘れないし、忘れられないんだな。この肉茶漬けのように心温まるドラマでした。熱々の出汁が肉の香りを引き立たせ、米に肉の旨味も染み込んでくる。しまるー、焼肉屋で肉を焼く前に締めてしまった。お腹がいっぱい、10年分ぐらいの生肉を食べた。しかしギャルミは冷麺や茶漬けではなく肉を焼いて締める派らしい。肉厚牛タンが目の前に現れる。すごい。私の胃袋は年を取ってしまったようだ。17歳の胃袋に戻りたい。何を食べても胃もたれせずに照り焼きバーガーも食べれたあの頃に、私だったらすぐに網にひっつかせて悲惨な光景を生み出してしまうであろう焼きしゃぶ。元焼肉屋でアルバイトしていたギャルミは華麗な手さばきで焼いていく。胃袋、ジェネレーションギャップを感じセンチメンタルユッケ。私もこの焼きしゃぶのように優しく包み込んでもらいたい。ごちそうさまでした。解散後、生肉を胃袋いっぱいに抱えて向かう武道館は新鮮だ。10年前に武道館で買ったタオル、そういえばまだ使ってるなって日常すぎて気づいていなかったけどふと思い出した。顔を洗って拭いて洗濯するたびに心なしか薄くなっているタオル、10年も使ってたんだな。高校生の時に大好きだったバンド、青い思い出の蓋をそっと開ける。ただいま、私の青春。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。いやね、馬刺しも結構好きなんですけど、馬刺しよりも和牛の方がもうずっしりと重みがあって、胃に降り積もるっていうよりは落下して地面を作り上げるみたいな、そのくらいの迫力がありましたね。10年後の胃袋はどうなってるかわからないから、今食べれるうちにたくさんカルビとか霜降り肉とか生肉とかお肉たくさん食べといてください。今だからこそ食べられるものって結構あると思うんでね。ほんじゃ、バイバイ。